こんにちは。台湾観光親善大使目指すマンです。3月20日に大きめの緩和が実施されるようです。どんな内容ですか？まず重要なのが、軽症者の隔離がなくなることです。隔離はなくなりますが、自主的な健康管理を求められます。自主健康管理って、自主防疫とは違うのですか？違います。自主防疫に関しても動きがあるので、それは後で話をしますね。自主健康管理は、罰則はないガイダンス的なもので、次のようなことが推奨されます。症状がある場合は自宅で休養し、不要不急の外出を避ける。無症状あるいは症状が収まってきてから外出するようにする。抗原検査で陰性になるか、発症または陽性になってから10日間は健康管理を続ける。外出時は常にマスクを着用し、ソーシャルディスタンスが確保できない場所や、不特定の人と近くで接触するような場所への出入りを避ける。会食や集会などへの参加を自粛する。大体こんなところです。わかりました。それで、もう一つ、旅行者にとって大きな話がありまして、なんと、自主防疫が廃止になります。素晴らしい。廃止はもうちょっと引っ張ると思ってましたが、同じタイミングで廃止です。つまり、3月20日から台湾への渡航観点での制約はなくなる認識です。4月中旬からは個人旅行客に5000台湾元を提供するキャンペーンも予定されていますし、観光に関していよいよアクセル全開という感じですね。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。